どうも渡辺です。今日はですねセガ本社の CS1 軒というところに来てるんですけれどもね、セガサターンのすごい機能を生かしきったあのゲームパンツァードラグーンのプロデューサーのですね、近藤さんにお話を聞きたいと思います。近藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのねユーザーの方々やっぱりですね雑誌とかいろんなところで見てですねあのすごい3次元コンピュータグラフィックスにですね皆さん驚いてるみたいなんですけど、はい、あんだけの3次元の世界を作るのってやっぱりすごい苦労があったと思うんですが、はい、そうですね、ですか。やはり今までのゲームは 2D のゲームがほとんどでしたし、まあ、私が作ってきたのもそうなんですけども、まあ、その中で 2D から 3D というもう全然パラダイムが全然違いますから、ですからそのゲームの仕様書の書き方一つとっても、 もう全然今までのやり方は通用しないという。そうですよね。ちょっと我々素人考えでですねこう前にも後ろにも横にも世界があるところどうやって紙の上で書いたりのか分かんないですよね。はい、今までのゲームでしたら、まあ実際こういう画面にこのぐらいの大きさのものを表示したいというのであれば、まあこのままこれを画面そのまま書けば、絵コンテみたいにね、はい、ですけども 3D ですと、まあ実際自分のいろんなもう周りにいろんなところにものがあったり、まあ、どのぐらいの距離であるのかっていう、さらにそれが時間軸で進んでますので、紙に書けない部分っていうのが出てきてしまいます、ね。なるほどね。なんかいろいろこうマップの作り方なんかも変わった作り方をされてるそうなんですけど、はいはい、まあ、ここにマップがありますけども、まあ、これ無理やりもう上から見た図をマップに書いてみたっていう。地形がありますんで、ある程度の形は想像できる形、はい、まあ、プレイヤーが例えばここの地点にいるときに、あ、ここにじゃあ敵を出しましょうと、でその後こういうふうな軌跡で動きましょうと。なるほど。その後あの距離とあと秒数書いてあって、はい、何秒後にどの辺にいてその時敵かっていうのは位置関係まで分かるんですね。そうですね、ドラゴンがこう一定スピードで進んでますんで、まあ、ここの時点に来た時はじゃあこの辺にいますと。これでやっぱり絵にしたらやっぱり想像と違ったみたいなこともいろいろありますか。全くもう最初に出したのは全然想像とは違うっていう。例えばどういうことですかね。特に今この話もありましたけども、まずやっぱ大きさが想像できないということですね。見た目の大きさ、実際まあ指定する場合はメートルで200メートルの距離っていうふうに指定するしかないんですけども、そこでじゃあ100メートルの物体が何メートルに果たして画面上でまあどのぐらいの大きさで見えるだろうかっていうのはもう出してみないとわからない。あ、出してみてもやっぱりちょっとイメージじゃなかったってのありますか。そうですね、はい、ゲームにしなきゃいけないですから、もう仮にそれが実際の本当の大きさであったとしても小さすぎてはゲームにならないわけですね。狙えないですから。実際それぐらいに見えてもなんかちっちゃくて迫力がなかったりすることがある、はいはい、ねえ、ですから、まあ、無理やりそういった場合はプレイヤーに近づけてみたりとか、 あえてこう本当に見えるものよりも大きく見せちゃったりとか、はい、そうですね、演出上を、まあ、無理やり見せている、無理やりゲームに、なんかその辺で3次元ゲームなりのこう今までのギミックが使えない分新しいギミックがね、はい、そうですね、 3D なりのまた違ったそういうノウハウっていうものが、なんか新しいゲームの世界に新しいテクノロジーが現れるような気がしますね、はい、でどうも興味深い話ありがとうございました。パンツァードラグーンのプロデューサーの近藤さんでした。